ああ、龍女様のことで嬢ちゃんを探してたんだ。ほら、嬢ちゃんは腕が立つだけでなく、龍女様を助けた件で彼女に深く信頼されているだろう。おお、潔いな。感謝する。実は寿命族の龍女である白露様がまた探偵師から逃げ出したんだよ。ああ、ちなみにまたっていうのは、この龍女様がおてんばで、彼女が逃げ出すことは地甲子では日常茶飯事だからだ。お前、泉州に来るのは今回が初めてか？最初から説明するのは骨が折れるが、仕方ない。寿命族は泉州同盟を作った三大種族の一つなんだ。彼らの体には俺たち泉州人とは違う血が流れている。寿命は生まれつきある種の生命力を持っていて、不朽からの贈り物だとか言われているんだ。他のことについては今日の話とは関係ないからいいだろう。龍女は役職とは違う。多くの人が彼女を呼ぶときに使う愛称みたいなものだ。寿命族には龍尊っていう代々受け継がれてきた称号がある。要するに一族の王様みたいなものだ。ただその称号は龍尊を持ち、龍神を伝承する者しか受け継ぐことができない。白露様こそラフ寿命族の未来の龍尊だ。噂によれば白露様は患者に触れたり涙を流したりするだけで傷を癒すことができるらしい。そんな力を持っていてもさらなる医術を学ぶために探偵師に入ったことから、みんな彼女を寛役の龍女と呼んでいる。いや、別に閉じ込めているわけじゃない。ただ寿命族の慣習は先週人のそれと少し異なっている。白露様は才能に恵まれているだけでなく、寿命族を継ぐものだから一族が彼女の行動に目を光らせるのも無理はない。それに白露様のおてんば加減は尋常じゃなくて、いつも隙を狙っては住居から抜け出してしまうんだ。これまでに龍女様が抜け出した時は俺たち地甲子が後を追って彼女を探偵師に送り返していた。だが今回は状況が違う。性格による災いのせいでいつまでたっても人手不足の問題が解消されない。それに龍女様を捕まえたとしてもしばらくは送り返すことができないんだ。お前が知っているかどうかはわからないが、何者かの手によって探偵師に関わる複数の同点が閉鎖されてしまった。今はあそこに入れるやつも出られるやつもいない。音信不通ってやつだな。どうにも陰謀の匂いがする。それは俺も気になるところだが、おそらく同点が閉鎖される前に抜け出したんだろう。もしかしたら彼女なら探偵師で何が起きたか知っているかもしれない。それは他の同点の遺憾に駐在している医師たちだろう。彼らにも事情を聞いてみたが何も知らないようだった。お前に頼みたいことは二つある。一つ目は龍女様を見つけること。彼女を見つけたら探偵師の同点の閉鎖が解かれるまで面倒を見て
どこにも行かせないようにしてほしい。二つ目は、少し理解しにくいかもしれないが、もう彼女に魔音の実の治療をさせないでほしいんだ。人手が足りないんだよ。龍女様は悪知恵が働くから、おとなしく地甲子の神河にいるように言っても俺たちの目を盗んで抜け出そうとするに決まってる。何しろ以前もそうだったからな。抜け出すこと自体は罪に問われるものじゃないし、彼女みたいな身分の方を俺たちが牢に閉じ込めるわけにもいかないだろ。だからお前に頼むしかないんだ。魔音の実は病気じゃないんだ。たとえ寛薬の龍女であっても、その進行を遅らせることくらいしかできない。お前たち短命種だって老衰を病気だとは捉えないだろ。それと同じことさ。老衰は遅らせることはできても、いつかは必ず訪れる。先秋人にとってそれが魔音の実だ。ただそれは死よりも恐ろしい。魔音の実は先秋人の血に流れる避けられない呪いなんだ。先秋には昔から魔音の実に対応するための手段がある。誰かが魔音の実に落ちると、獣王子の名鎖や半眼たちが迎えに来る。要するに、これは探偵士が口を出すことじゃないんだ。それに魔音の実は確かに恐ろしいものだが、制御さえできれば害にはならない。この凋落天には地甲子と運気軍がいる。予想外の出来事にも問題なく対応できるだろう。龍女様が魔音の実の発作を抑えると、獣王子が該当者を見逃してしまう可能性がある。龍女様に治療を続けさせることは、魔音の実が町にあふれ強行を引き起こす未来を黙認することに他ならない。予想外の危機が訪れた今、魔音の実への対処も子供の遊びで済ませてはならない。もっと慎重に対応するべきなんだ。お前は軽減将軍と不減様の貴賓だ。地甲子も当然お前に厚い信頼を寄せている。こう言っては失礼かもしれないが、今の探偵士は疑わしい。龍女様を連れ戻そうとする人物に出会ったら注意した方がいい。あまり深く考えるな。子供の相手は確かに大変だが、将軍様の貴賓にとっては難しいことではないはずだ。Fala pessoal, de boa, continuando a nossa gameplay do Honkai Star Rail. E bom, estamos aí, né, continuando também as missões aqui de personagem que a gente tem no momento, e agora é a Bailu. Ryakuro-sama, watashi no iu koto o kiite kudasai to iimashita yo ne. Anata-sama ga chikara o tsukau to chūmoku o abite shimau desho. Watashi tachi ni wa hoka ni yaru beki koto ga aru no desu yo.わしは患者を治療しておっただけじゃ。それにさっきは主もいなくて。そういえばどこに行っておったのじゃ。私の体の事情は白露様が最も詳しいでしょう。広場に獣王子の人間がいたら私は。あなた誰なんですか。獣王子の名鎖ではないようですね。人を驚かせないでください。今回わしが探偵士を抜け出し離れたのは、正式に認められた外出問診のためじゃ。別に勝手に出てきたわけではない。この医者の小娘が証言してくれる。ヤクロ様、落ち着いてよく見てください。彼女は探偵士の人間ではありませんよ。
わしを驚かすでない。ん？待て、主には会ったことがあるぞ。さっきの広場でわしが魔音の実に囲まれていた時、主が奴らを倒してくれたじゃろ。覚えておるぞ。ちょうどいいところに来てくれた。ハンカよ、主はこれからどうやって行けばいいかわからぬと言っておったな。この小娘は体が丈夫で武芸にも優れておる。必ず助けになってくれるぞ。いいえ、白露様、私は彼女を信用できません。お帰りください。地公使の方に、白露様は私たち探偵士が面倒を見ますので、余計なことを気にかける必要はありませんと伝えてください。二人とも喧嘩をするでない。あそこに探偵士の者がおる。まずはわしらが隠れるのを手伝え。話は後じゃ。白露様、こちらへ。うむ、主、話なら後でしてやるから、早くあやつを追い払ってくれ。頼んだぞ。とりあえず話を聞いてみて、それからどうするか決めよう。そこの方、少しよろしいですか。お聞きしたいことがあるのですが。また伸び始めた。そうせかさないでください。僕だって焦っているんですから。まずは質問を最後まで聞いてもらえませんか。探偵士の服を着たあなたと同じくらいの身長の女性が私場の方に向かったはずなのですが、見ていませんか。僕は彼女の同僚なのですが、どうにも避けられているようで。何千年も枯れていた木がまた伸び。そうでしたか。ありがとうございます。私場の方で探してみます。反対の方向？そんなはずはありません。それじゃあ僕が来た方向ということになるではありませんか。あなた、まさか彼女をかばっているのですか。まだ何か知っていることがありそうですし、もう少し詳しく話を聞かなければなりませんね。Beleza, né, pessoal? Então a gente vai ter combate aqui tranquilo pra completar, né? Bem de boa.Já deu pra reparar que tem alguma coisa bem estranha aí com essa comissão aí, né? Da parte de alquimia. Naiteyo, koko e! Hajimeyo. Warui kone.おやすみ。陛下に慈悲なし。タッチ、キル。combate bem tranquilo, bem simples também. この探偵士の意思は何かおかしい。もう少し詳しく調べてみよう。服装を見る限り、この人は探偵士の意思みたいだけど。もしかしたらこの人が大郷の言っていた疑わしい人かもしれない。
持っていこう。何千年も枯れていた木がまた伸び始めた。持っていこう。いや、やっぱりやめておこう。前年も枯れていた木がまた伸び始めた。持っていこう。持っていこう。ここには誰もおらんぞ。ヌッシが戻ってきたということはもう安全ということか。うん、今そっちに行く。それで、どうじゃった？どうせあやつはわしを探偵師に連れ戻そうとしておったんじゃろ。とっくに察しはついておるぞ。ほれ、ハンカ、この小娘は信用できると思わんか？彼女は確かに私たちを助けてくれました。しかし、事態が複雑になるのは避けたいので。すみませんが、やはり私たちのことは放っておいてください。はあ？ハンカを探してどうする。きっとあやつはわしを捕まえに来たんじゃ。どうして？探偵師の医師が探していた相手がハンカだと示せる証拠はどれだろう。これが証拠だよ。この手紙は。待て、主、薬王秘伝の名は聞いたことがあるぞ。確か魔音の実と儒家の王を崇拝する熱狂的信者じゃったか。じゃが、ハンカは違う。彼女はわしに魔音の実を治してくれとまで言ってきた。白老様、そのことは絶対に他の人には話さないと二人で決めたではありませんか。魔音の実の治療、怪しい。彼女が薬王秘伝だと示す証拠はないかな。これは薬王秘伝から手に入れた処方箋。白露、見てみて。この処方箋の筆跡、主がくれた紙に書かれていた字と全く同じ。じゃあ主は本当に薬王秘伝のものなのか。ハンカの嘘つき、この大嘘つきめ。ごめんなさい、白露様。確かに私は薬王秘伝のもの、そしてあの探偵師の意志も
きっと私を捕らえるために使わされたのでしょう。ですが私は決して白露様を傷つけようとしたわけではありません。むしろ白露様を連れ出して安全を確保しようと。同点を出る前に白露様と取引をしたのです。このことだけは絶対にやり遂げなければ。お願いですから彼女を連れて行かないでください。先に白露の話を聞いてみよう。人の傷や病は治せても悪しき心は治せぬ。本当に探偵師から逃げ出す手助けをしてくれる者が現れたと思ったのに。もうよい。イライラすると背が伸びなくなる。もう繁華のことで怒るのはやめじゃ。わしも話に聞いたことがあるだけじゃ。探偵師の官位台にある書物を読んでいなければこの泉州で薬王秘伝という言葉を知らなくとも無理はない。昔、どれくらい昔じゃったか。とにかく長命主にとっても随分と前の話じゃが、泉州は儒家の王を信仰する組織を根こそぎ排除したことがある。なぜかというと薬王秘伝の連中の気が狂ったからじゃ。奴らは本当の意味で頭が壊れてしまった。先秋人は魔音の身になる宿命から解放され再び恒常なる若滅に戻ることを望んでおった。しかし薬王秘伝は魔音の身は祝福であると平凡な命からの進化だと考えたのじゃ。聞こえはいいが、つまりは自分が理性のない化け物になることを許容するということじゃろ。そこで運気軍と獣王氏が手を組み奴らを一掃した。じゃが鳴りを潜めることと伝承が絶たれることは別の話。病と同じように症状が顕著に現れないものこそ本当に厄介なのじゃ。あやつらは消えていないどころか水面下で密かに勢力を広げておったらしい。その質問を先秋人は何千回も自分自身に問いかけておる。数えきれないほど多くの医術に通じる者たちがその呪いを解くために研究に没頭してきた。残念なことにいくつかのもっともらしい答えを除いて誰も結論には至っておらぬがの。儒家の王がもたらしたものは波の生命を持つものでは見抜けぬとしか言いようがない。ある医師は先秋人の肉体は不朽じゃが記憶は歳月とともに増えていくと考えておる。そしてやがて脳の容量の限界に達しそれ以上の記憶は残せなくなるとな。最も鮮明で最も強烈な記憶だけが残る。楽しい思い出などではなく大抵は後悔や憎しみ悲しみといったマイナスの記憶が蓄積されることになる。それこそが魔音の身に落ちる予兆。じゃがそれ以上に恐ろしいのはその後に訪れる肉体の変化じゃ。そんなことわしにわかるわけがないじゃろう。やつらの顔に我こそが薬王秘伝なりと書いてあるわけでもあるまいし。申し訳ありません。白露様に真実を打ち明けることができませんでした。ですが私にはやむを得ない事情があって。私は龍女様に
恋人の救済を頼みました。ですから交換条件として彼女を連れて探偵師から逃げるとの約束を。寿命族の掟に反することをした以上、探偵師は必ず私に罰を下すでしょう。ですがそんなことを気にしている場合ではありません。あの人が死ぬところを黙って見ているなんて私にはできない。ですから、確かに隠し事はしておったが、こやつの恋人を助けると約束したからの。長年診察を続けてきたが、人が苦しむ姿を見るのは未だになれ。ヤクロ様。ハンカ、これからどうしたいか言ってみろ。私は薬王秘伝や獣王子の人間に捕まりたくありません。誰にも見つからずに竜雲渡しまで行く方法を探さなければ。地甲子の高台だ。急ぎの用があるなら漢画の中に。まさか漢役の竜女様。し、正式な手続きが必要なことなら漢画の中に入ってくれ。西郷や松園がいるはずだ。俺は末端の役人、竜女様に関することでは役に立てそうにない。おい、もっと声を落としてくれ。誤解しているようだが、俺じゃなくて友人の船だ。分かったか？俺の友人なら精査の通行許可証を持っているから、すぐにここを離れることができる。俺じゃない、決して俺じゃないからな。はいはい、もう分かりました。それで乗せてくれるんですか？くれないんですか？もちろん乗ってくれて構わない。ただ大きな声は出さないようにしてくれ。金さえもらえれば俺が送って、いや俺の友人が送ってくれるから心配はいらない。それで今すぐ出発するか？Beleza, pessoal, então nessa parte aqui a gente vai ter aí, né, um desafio pra completar lá a continuação aqui da história, bem de boa. Pelo jeito, não tem a Bailu pra teste aqui da história, então eu vou ir cortando todos os combates possíveis ali pra economizar tempo de vídeo, tá? Ryomoku, watashi hayaku kare ni ai ni ikanai to...ハンカ、主の魔音の実の兆候が顕著になってきた。ひょうたんの中に安心薬がある。出発する前に少し飲んでおけ。ありがとうございます、ヤクロ様。ですがこれ以上時間を無駄にするわけにはいきません。私が竜雲私に隠れているよう言ったのです。薬王秘伝に見つからないようにするためには、彼を竜雲私のコンテナの中に隠れさせるしかなくて。私が両目に不老調整の薬を届けると約束したからです。彼には私と同じ先週人になってもらわなければなりません。主はそれが泉州の法における重罪重条のうちの一条であることを知らぬのか？いいえ、知っています。ただ当時の私は探偵師に古の飛躍を再現している人がいるということ以外、薬王秘伝の内情については何も知りませんでした。しかし私は間違っていた。あれは調整の祝福などではありません。それどころか切烈な模倣とすら言えるものでは。人は化け物に変えられた、違うか？あの狂人たちは
短命種を薬の材料、消耗する実験体としか見ていません。私に残された時間は多くない。最後の薬しか道は残されていなかったのです。ええ、そうです。ピアクロ様、私たちの取引は覚えていますよね。主はわしが探偵師から逃げるのを手伝い、わしは主の恋人を助けるじゃろ。ありがとうございます、ピアクロ様。私とリオモクが約束した場所はあちらです。行きましょう。ダメ、彼を忘れてはいけない。あそこに行かないと。まずい、上ごとを言い始めた。もう安心薬が効く状態ではない。放電せねばならん。どうして、どこに行ったの。ここで落ち合うと約束したのに。頭が痛い。どうして。主、早く手を貸せ。ハンカは休ませて、わしらで何とかせねば。動くでない、ハンカ。でも彼が、彼がいません。彼を探さないと。ハンカ、冷静になるんじゃ。医者の言うことを聞け。主、何か手がかりがないか、付近を探してきてもらえぬか。ハンカの恋人が理由もなく約束をたがえるとは思えん。病人の看病は任せておけ。なんといってもわしは探偵師の寛薬の流女じゃからな。このエリアを中心に手がかりが残されていないか探してみよう。動くな、薬効を塗らせてくれ。あの日、病人たちは横になっていたのに、彼だけが樹林の絵を描いているのを見て、つい出来心で声をかけてみたんです。体を休ませずに何をしているのかと。彼はウェンワークの樹海を見に行きたい。やりたいことを実現するためには未来を描き続けなければならない。たとえ投獄されようとも、強制送還されようとも、必ず病を治してみせると言いました。それまでの私にはやりたいことなどなく、ただひたすら医療に従事する毎日を送っていました。時々このまま次の100年に進めばいいのに。人生は退屈でしがなく、命の終わりまで早送りされても構わないと思うことがあります。これからの歳月で何が起こるのかなど知りたくもありませんし、自分が一生の中で何を経験するかなんて興味もありません。どうせ取るに足らない、つまらないことでしょうから。両目の話を聞いた瞬間、私は急に悲しくなりました。人の一生がこんなものであっていいはずがない。少なくともその人生の所有者が無関心であってはならないと気づいたのです。両目は私の目を覚ましてくれたのです。私の目には彼が輝いて見えました。すまんが、その感情についてはよくわからぬ。
白露様、あなたはどうして探偵師から逃げようとするのですか？人の病を治すことが好きなのでしょう？わしは確かに病を治す能力を持って生まれてきた。じゃがそれが好きか嫌いかと問われるとどう答えればいいのかわからん。物心がついた時から医術を学んできたが、好きかどうかなど誰も聞いてはくれんかった。寿命族の老いぼれも気にせんかったし、わしも気にしたことはない。治療は食事をしたり水を飲んだりするのと同じで何も感じない。強いて言えば嫌いかもしれぬな。じゃがわしの力で誰かの病が治り、その者が元気になるのなら好きだと思える。じゃから主も元気を出せ。いたあなた様のこと少し理解できた気がします。薬王秘伝の手下に追われて場所を移すしかなかったみたい。どうじゃ、何か見つかったか？ここはもう薬王秘伝に目をつけられていたのですか？彼が無事でよかった。私たちも進みましょう。ならん。今の自分の状況が分かっておらぬのか。安心しろ、わしが両目を見つけて直してやる。おい、主は繁華を聖堺の遺憾まで送ってやってくれ。いいえ、自分の状況を理解しているからこそ私は考えを変えたのです。最後に一目でいいから彼に会いたい。手を貸してくれますよね？あなたにも頼みたいことがあるんです。あなたは魔音の実がいかに危険か知っている。その時が来たらどうか龍女様を守ってあげてください。その言葉を聞いて安心しました。さっき気づいたのじゃが、この辺りには薬王秘伝の手下どもがうようよしておる。私のような裏切り者が出たのですから、彼らもじっとしているわけにはいかないのでしょう。どうにもならなくなったら私を引き渡してください。裏切り者の処理にこれだけの人数が必要なのか？
白露様、私もうダメかもしれません。ふん、あやつめ、おらんではないか。まさかまた別の場所に逃げたのか。白露様、気をつけて。お前たちがここに来たということは、知恵は失敗したということか。おや、これはこれは龍女様ではないか。手柄を挙げて過ちを償うつもりか。てってって、しらじらしいことを言うな、このアンポンタン。わしの尻尾でボコボコにしてやる。草ガキ、お前は後で始末してやる。誰か、まずは裏切り者を捕らえて名簿を見つけるんだ。一言も喋らない奴など無視するに決まっているだろう。お前は誰だ。おい、お前たち、なぜ捕らえない。私に命令しているのですか。お前、獣王の制裁をもって。獣王氏の反乱。この獣王氏の反乱は手強いぞ。ハンカ、主は。し、彼女が私の兆候に気づけば必ず襲いかかってくるでしょう。あなたたちは何者ですか。なぜ薬王秘伝に追われているのです。彼女たちは確かに探偵師の服を着ていますが、あなたは違うでしょう。そこの娘、表を上げなさい。挙動不審で焦点が定まっていない。もしかして魔音の実の兆候が出ているのですか。助けて、反乱のお姉ちゃん。わしらは封鎖された洞天から逃げてきたんじゃが、 あの悪い奴らがわしらをしつこく追ってくるんじゃ。このお姉ちゃんはもう立っているのも難しいのに。報告します、節医様。龍雲私の南西で薬王秘伝の残党を発見しました。ここは安全ではありません。すぐに立ち去った方がいい。誰かこの者たちを安全な場所へ。あの獣王氏の反乱、本当に変なやつじゃった。ハンカ、大丈夫か。ここまで来たのですから引き返すわけにはいきません。最後に彼に一目だけでも会わなければ。この道を進んであの運気軍たちを避けられるか見てみよう。運気が薬王秘伝もおる。もう彼らを気にかける余裕はありません。この先には武器を持った悪人がいますので、一般人は引き返して避難してください。彼はあの門の先にいるのに、目の前
が、あそこは運気軍が見張っておる。待て、わしに考えがある。おい、主が騒ぎを起こしたりしたら、あの半眼が戻ってくるに決まっておるじゃろう。さっき運気軍と薬王秘伝が戦っておった場所に何人か倒れた兵士がおったじゃろう。これは主の発案じゃからな。ふん、こやつらに応急手当を施して、その代わりに甲冑をもらう。これならまあ公平じゃろ。ヤクロ様の言う通りにしましょう。グズグズしてはいられません。早く行きましょう。主らはわしを探偵士まで護衛する兵士だと名乗るんじゃ。きっとバレることはない。止まりなさい。こんなところで子供を連れて何をしているのですか。あなたは探偵士の簡約の流女を知っていますか。よく見たら頭に角が、背中に尻尾も。流女様は普段から探偵士を抜け出しているという話は聞いたことがありますが、まさかご本人にお会いできるとは。探偵死には帰らぬぞ。これは最寄りの港はこの先ですか。はい。それにしてもあなた、あまり体調が良くないようですね。この先には軍医が。気にしないでください。私には龍女様の助けがありますので。わしはまだいろいろ飲んだり食べたりしたい。連れて行くでない。戻らん。わしは戻れん。通行を許可します。お二人ともお疲れ様です。ありがとうございます。どうじゃ、迫真の演技だったじゃろ。あれは何回も泣いて習得した技なんじゃ。えっへん。そういえばハンカは大丈夫か。カブトがどうして取れないの。私の声、どうしてこんな声に。どうなっているか見てもらえませんか。何か引っかかっているのでしょうか。じゃが彼女は理性を失ってはおらぬ。ヤクロ様の治療が効いているのでしょうか。ありがとうございます。あなた様がいなければ。じゃなどするでない。わしの力不足で主の本来の姿を保つことができなかった。魔音の実は元より治療できません。こうして意識がはっきりした状態で白露様と話せていること自体、すでに奇跡なのです。あなた、私が前に言ったことを覚えていますか。もしその時が来たら。
きましょう。私が私であるうちに。取引ではなく約束じゃ。主の恋人とやらはわしが直してみせる。心配するでない。すみません、私のせいであなたたちを危険なことに巻き込んでしまって。もう何も言うでない。兜越しに薬を流し込むぞ。ありがとうございます、白露様。ですが、もう肌と兜の間に隙間を感じられないのです。着いたぞ。奴はまだ来ておらぬのか。彼は用心深い人です。書き置きの内容を覚えていますか。私一人で来てほしいと書かれていました。じゃが主はもう。あなたたちがここに立っていたら彼は出てこないでしょう。私が彼を呼び出します。白露様たちは少し離れていてください。私、うむ、ちゃんと覚えておる。わかった。わしらはここを離れよう。両目。化け物。両。マク、助けてくれ。まずい、わしらも行くぞ。私もうダメ。お願いします。約束忘れない。なあ、ハンカは最後に思い人に会えたと言えるじゃろうか。それならよかった。本当によかった。あっちの方を探してみよう。あやつを見つけなければ。君たちは薬王秘伝か、それとも獣王子か。僕は何もしていない。僕に触るな。うむ、わしらは主の病気を治しに来たのじゃ。やっと来てくれたのか。さっきは薬王秘伝に追いかけられるわ、運気軍に遭遇するわ、島には安価の声が聞こえたかと思ったら化け物が出てくるわで、本当に散々な目にあったんだ。
君たちがハンカに言われてきたなら、ハンカはどこだ？彼女は一緒じゃないのか？おい、本当のことを伝えるかどうか主が決めろ。なんだって、あの武装した化け物がハンカ？嘘をつくな。嘘ではない。主に会うために仕方なく変装しておったんじゃ。そんな、僕を連れて行ってくれないか、確認したいんだ。アンカ、どうしてこんなに醜い姿に。醜い？悲しすぎて事実を受け止めきれないのか。つまり彼女は途中で服を着替えてしまったから、この魔音の実の化け物からは何も見つからないというわけか。彼女は君たちに秘密の箱や手紙を託さなかったか？何を探しておるのじゃ。君たちは知らないのか。クソババ、何も残していないなんて、よくも僕をもてあそんだな。名簿だよ、薬王秘伝の組織に関する名簿。その名簿さえあれば、僕は薬王秘伝を脅して不老調整の薬を手に入れることができる。それに運気軍に渡せば手柄を立てられるから、先週から追い出される心配もなくなる。このクソババ、何度も約束してくれたから、この僕に変化をもたらせると信じてやったのに。結局一番大事なことを成し遂げられないなんて。いや、そもそもこの女にはできっこなかったんだ。きっとそうだ、君たちも騙されていたに違いない。いや、僕にとって一番大事なものは泉州にはない。薬や長寿を求めるのはただの手段に過ぎないんだ。要さえ済めば楽にとどまるつもりもない。恋人は？それはこの女の妄想だろ。そんなこと僕は考えたこともない。おい、まさか君たち僕がこの女の恋人だと思っていたのか。治療なんだ。早く治療をさせろ。そしてさっさとわしの目の前から消えるんじゃ。は？治療はわしとハンカの約束じゃ。理解できない。僕たちは騙されていたんだぞ。君はこのクソババアに対して。黙れ。病気は治したが、これから先の30年毎日しゃっくりが止まらなくなるようにしておいた。どうじゃ、いい罰になると思わんか。これは診察料の代わりだと思えばよい。それでも安いぐらいじゃがな。わしは今も逃亡中の身じゃが、どこか隠れられる場所はないか。列車なんじゃそれ。
ふん、今の泉州は猫の手も借りたい状況じゃろうから、ひとまず星座界に行くことにしよう。病人の治療や休館の対応ならわしも役に立てる。前に繁華に病気の治療が好きかどうか聞かれたじゃろう。正直なところわしにとっての治療は食事や睡眠と一緒で何も特別なことではない。好きかどうかなど気にしたこともなかった。じゃが今回の件を経験してわしが魔音の実の仕組みについてもっと深く理解していればと思うようになった。礼を言うぞ小娘、縁があれば星座界の屋台で会おう。E é isso aí então, pessoal, encerramos aqui a história aí, né, de apresentação da Bailu. A gente conheceu um pouquinho ali a mais, né, da personagem. Tranquilo, né, não foi muita coisa não que a gente conheceu sobre ela também, igual o primeiro lá, o novo personagem aí do Banner, mas tranquilo até o momento, né. Aí a gente tem mais um ali ainda pra completar. Isso aí sai no próximo vídeo. Valeu, falou!